たけど。ごめんなさいでした。すいませんでした。ここじゃーって言う。ごめんなさいでした。音が聞こえてきたから。じゃあちょっとごめん、すごい。で今ねごめんね、みんなすごいいいです、めちゃくちゃ送ってくれて超嬉しい。ただね今ね一回 5G を 5G でやるから 5G で一回切るね、一回切ってごめんね。で早い方の Wi-Fi つなぐ、ありがとう。でこれで多分動画が今撮れてる状況なんで、ごめんね、すごい時間かかっちゃって超ごめんだ、確かに遅い、私もうちょっとしたら出ないと。本当だ、じゃあさ館長送ってあげる、今始まる前に送ってあげてたら30分どうしてもかかっちゃうから定期は無理しないで。いつかは裏の、絵画と同じような絵画を描いている、山内若菜さんの、絵画を見る企画をちょっと出してるんですよ、同じようなイメージの絵画を出している山内若菜さん、大丈夫かな、福島ではものすごい有名な絵画になってる、お先にどなたかすごいごめんなさい、今もう41分だ、7時じゃあやりましょう、やりましょう、じゃあ吉田さん後で出るから始めちゃおうか、はい、よし始めちゃおう、だからトイレ行ってから分かった、じゃあ待ってよ、 OK です、キッドちゃんね帰りが遅くなると危ないし、ごめんなさい、あ、そうだ、LINE かなんか交換してなかった、ね、チャットここに来てパッパッとやってください、大丈夫、女優だからなんか直接つながっちゃって大丈夫、大丈夫かな、僕はどうでもいいんだけど、あのここの個人管理に関しては予報化されてるので、はい、どうぞ、そうなんだ、どっちでもいいけど、事務所に入っているの、事務所入ってます、入ってます、大丈夫なの、あとでマネージャーさんにも、ちょっと番組名をお伝えして、はい、それも本当偶然、もうちょっと伝えてあるので、あ、ちょっと待って、館長、館長あの今車に、館長に、玄関に行かれる、館長に待ってね、僕ね、これ分かんないんで、これ、来た、これです、僕、立花健三って書いてありますから、よろしくで、ありがとうございます、名前、私、書いておきますね、湘南の、在住は湘南の方、なんかどうすればいいんですか、分かんないですよ、違う人かもしれない、ごめんなさい、分かんない、いや、かなり、たぶん同じ方だと思います。行ってくるわ、行ってた方がいい、ちょっとなんか遅れそうだから。そこで名前をかけることできるんですか。そうなんですよ。ここで帰れるんです。これで市川ってここに打っていただきましたらそのまま。ごめんなさい。そうです。早速ライン。そういえばDM で QR コード送っておきます。でも今やっちゃう。あ、行きますか。今やった方がいい。今やった方がいい。へえ、こうする、あ、なるほど。でそしてここのグリーンを押せばいいんですか。あ、そうです、そうです、グリーン、はい、僕よく見えないから OK、 分かった、はい、それでなんかちょっと送ればいいんですよね、遠くに、さすがすごい、じゃないとどこにあるのかがわからんから、僕も、ありがとうございます、あ、始まった、電話になっちゃった、今もう一回送り直そう、はい、これでこれを送ればいいんだ、すごいね、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとう、すいません途中で抜けてしまう、こちらこそです、歌声さっき聞かちょっとだけして聞けなかったですが最高でした、何歌ったっけ、あの練習で、まあ一応プロだね、一応ごめんなさい、あなたより聞こえない、ごめんなさい、お出かけ中さ、すごいね、みんなこのコースに見てくれてありがとう、だいぶいつするかわかんない、これが一番早いから、ツイッターとかすごい喋ってるからフォローしてくれて、もうツイッター一番いるから私、本当ですか、あんまりね、なんかキリバンゲット、キリバンゲット、キリバンゲット、記念すべきは500いいねーず、よし平野さんありがとうございます、いえありがとうございます、よかったね、いいねってこうドドドドドって、なんかいいねっていうのを押していただいて、イエーイ、もうレナちゃんね、すごいみんなに大感謝っていうかね、生きててよかったなっていうか、今日は嬉しいっていうか、なんかハッピーだよ、帽子似合うね、ありがとう、トゥーテルザトゥルース、今日朝髪の毛をアイロンする時間がなかったから帽子をかぶってごまかしてるだけだよ、だって
今日だって2時間くらいしか寝れなかったんだもん。すごいですね。でもね、一応あ、もしちゃん、こぼれちゃうね。こもりっちどこ行った、こもりっちだね。お手洗い。まあまあ、とはいえ、今度ちょっと写真撮ろうね。遠方から。いいよいいよ、じゃあ。写真を撮って、今から出ますみたいな感じ。あ、じゃあ3人で撮ろうか。3人で撮ろう。みんなで撮ろうか。バキバキの、バキの。伊藤ちゃんごめんね。全然です。ありがとう。未成年なんだよ。伊藤ちゃんそのまま写真、はい、そのまま二人で、はい、はい。地味に入る。ちょっともう一回。あれもう一回ね。ごめんね。地味に入る人。地味に入る人。はい、オッケー。地味じゃないけど一番手前。オッケー。ありがとうございます。一番晴れ。ありがとうございます。めっちゃいい。めっちゃやっぱ最高です、ね。マジで？じゃあなんかもうなんかなんていうか井戸ちゃんね、あ今度なんかこうあの出演料の代わりにとかなんか。で、私お邪魔していただく。そんな、なんかわかんないけど。じゃあまた。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。日曜日が。また。はい、気をつけて。ビリドラがね、おじさんマイマイしちゃうやん。すごいすごい。よし。糸ちゃんは、そう、糸ちゃんは、糸ちゃんファンがみんな駆けつけてる状況だったわけだけど、糸ちゃんが実はね、あんまり遅くなると、未成年だから悪いっていうことで。はい、これ、あ、これからもう一話ライブ。今から出ます。今から出ます。そう、ちょっとね、なんかね、やっぱりこうみんなのアートの場を。あ、じゃあ、大勢さん遊びに来てくれてありがとうございます。セアさんのさ、ツイッターにさ、もうなんかちょっとやらせていただいたんで、でこれちょっと2人がなるべく近づいて、そんな感じでね、はい、よし、じゃあ始めましょう、はい、始めましょう。伊藤ちゃん帰っちゃったんだけど、私はわわわが言ったよ。し、じゃあ、はい、よし、30分ですからね、はい、はい、行きますね、はい、この動画の方も撮れています。はい、行きます。こんにちは、世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。市川うらら FM でのこのドラゴンジャーナル、毎週素晴らしいゲストを、お招きしてお届けしています。本日は所沢にあります増山玲奈美術館から放送しています。本日の素晴らしいゲストの皆さんをご紹介いたします。インターネットでの動画配信、また、地上波でのレギュラー番組を通じてジャーナリスト、プロデューサーとして活動されております、立花健三さんです。こんにちは、市川の皆さんですよね。よろしくお願いいたします。私も千葉です。成田の近くの富里に住んでおります。よろしくどうぞ。ありがとうございます。本日成田から所沢まで来ていただいたということで大変恐縮しております。またですね、実は私東京芸大の出身なんですけれども、同じ東京芸術大学出身で、音楽の世界の方で、現在プロフェッショナルな音楽家として活動している、小森俊明さんが駆けつけてくれました。小森さん、ありがとうございます。 ありがとうございます。呼んでくださって、同じ大学ってこともあるんですけれどもね、あんまり普段そういうことを意識しないでお互いにアート活動をやっております。2010年に最初に出会いましてね、それで単発で何回かコラボレーションなどセッションさせていただいてます。よろしくお願いします。はい、小森さんとは、ね、早稲田大学でそのネオダダといいますか、ダダイズムを、再びみたいな形で作った生ダダという、パフォーマンスやアート の運動があるんですけれども、そちらの方でもご一緒したり、実は私のアートの数多くの作品に影響を与えてくれています。なんと今日この美術館にある絵の中にも小森さんに由来する作品があるということで、あとでですね、この作品の背景も、しっかりお伝えしていきたいと思います。ロスジェネ革命という作品に、小森さんが私のアートのモデルとして出てくれたり、いろいろ音楽と絵と、さまざまな形でお互いこう刺激をまたこういただきながらという形でやっています。そして小森さん、本日は、素晴らしいゲストもう一方、小森さんとセッションという形で、参加していただくんですけれども、大活躍されております歌手、デザイナー、画家、
そしてモダンガールとしてもモダンガールスナイパーというバンド名、モダンガール&スナイパーというバンドをやっておられます。はい、吉成美智子さんで、はい、あのインディーズでの売り上げがインディーズタワーレコードチャート1位でした。タワーレコードチャート1位、昔 昔の話ですけど、昔って何年ぐらい、2010年にリリースしたんで、はい、今ラッキーで、そんな昔でもない、そうなんですよ、はい、微妙な感じ、あのアパートレコードとか、はい、というレベルから出してます。なるほど、素晴らしいですね、吉成美智子さん。売れすぎて、変な話なんですけど、売れすぎて廃盤になっちゃって。で、あの、本当に、アマゾンで 39,800円の値がついてる。じゃあ、今は、アップルミュージックとかでも配信やってる。なるほど、うん、じゃあ今、アップルミュージックで、モダンガール、スナイパーと、皆さん見ていただけたら。今日後ほど歌ってもらいたいですね、その人。ちょっと触りだけで。気になりますね、世界で。気になりですか、な才能を発掘され世に出されてきた立花健三プロデューサーがこの、あのスタジオで吉成さんの歌をちょっとオーディションが公開であるかもしれないっていう。でちょっと喋らせてもらっていいですか。はい、で増山玲奈さんとは、はい、もう2年ぐらい前、3年ぐらい前だっけ、私たちが出入りしているコマーシャルギャラリーの、はい、アートラボ東京っていうこと、はい、ところで増山玲奈さんが個展を咲いた時に、噂はかねがねから聞いてて、個展を見させていただいて、もう一気にファンになっちゃいまして、ありがとうございます。本当にやっぱいろんな活動されてるから、いろんな目で見られる方も多いと思うんですけど、本当に画家としてすごく素敵だし、で私は絵も描いてるんですけれども、やっぱりこう、あ、こういう切り口で描けばいいのかっていうのをすごくこう知らしめてくださった素敵な画家なので、今日も本当に頑張って所沢まで来たので、ありがとうございます。はい、絵を見に、その、はい、小森さんの、はい、セッションがあるということで、はい、来させていただいたんですけど、まさかなんか歌うようになっちゃったんで、はい、まあ、なんかずうずうしく出てます、すいません。いえいえ、皆さんよろしくお願いいたします。なんかね、さまざまなハプニングやアートが生まれる場っていうのが生きた美術館なんじゃないかななんて生意気ながら思いまして、こういったセッションが実現できることを嬉しく思っています。まずはですね、この番組社会的なテーマにも切り込みながら、さまざまなエンターテインメントをお届けしているんですが、立花プロデューサー、はい、ちょっとまず世の中にこれだけは言いたいっていうことで、はい、今回、はい、テーマを用意していただいてるんですが、はい、はい、まずですね、皆さん、日本はもう決して戦争はないというふうにして思ってらっしゃるはずなんですよ。はい。ね、球場があるし戦争はないだろうと。とんでもない。今、地球上で戦争が2カ所だけ考えられてるんです。これはね、なぜかというと戦争はね、作られるものなんです。戦争はね、どの国もしたくないんです。誰もしたくないんです。だけども、作られるんです。そのことがね、日本の国民の皆さん分かってらっしゃらない。世界の皆さんもそうかもしれません。ですから、今マスコミでいろんなテレビでわー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 あるじゃないですか。はい、韓国のね、軍の照射、レーダー照射問題。このレーダー照射問題もあるし、もう言えばキリがないくらいあるんですよ。じゃあ、例えば言って、戦争は作られるものっていうのは、しかも何年もかけて作られるんです。でそれで言わせてもらえば、まず慰安婦の問題ね、銅像、日本が嫌がること、それは昔終わったことですよ。ところがでもやる。で次、それが終わったかなと思ったらば、今度は徴用工の問題で今裁判沙汰になってます。これも韓国の人と日本の若者と日本の国民は怒ってます。全て終わったことをなんで、もう韓国に対してどん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 こう、いや、もうすごい嫌いになるようになってます。でそこでね、そういうことをいろいろやってるところの運動する人たちがいるんですけど、どこからお金が出てるかっていうものを皆さん調べていただきたい。私は今ここでは言いません。はい。どこからお金が出てると立花さんお考えなんですか？当然それは軍産複合体っていうものがあるんですね、この地球上の世の中には。軍事と産業と国が合併してて、毎日毎日ベルトコンベアは回ってるんです。あれを作るのがですね。でそこでもう毎日毎日いろんな兵器ができてます。爆弾もできてます。それをどっかで処理しなくちゃいけないでしょ、ある程度溜まったらば。
で、そして戦争ほどいろんなお金がまず破壊。破壊した後にはもう一回作らなきゃいけないでしょ。貧乏って言っちゃいけないんですけど、貧しい国たち、地球上の貧しい国たちは、あれを買ってくれません。わかります?爆弾だの、ミサイルだの、戦闘機なんか買ってくれません。ですから、お金があるところは今地球、今イラン、あの辺あたりですね。イランはすごいですよ。金をですね、1万トン以上も持ってます。すごい国ですよ、あそこ。お金持ち、ポテンシャル、お金持ちのすごいあれもあります。で、日本は技術もあります。日本、世界一の、実は日本は豊かな国なんですよ。お金持ちの国。でも国民は豊かじゃありません。これはもう政治の貧困ですよ、ある意味ではね。で、そういうことの中に、まあ、こういう、大変なことがね、今戦争は仕組まれてるっていうことが分かっていただきたいんですけど、なかなか難しい。まあ、そこで戦争は作られてる、まあそれはいいんですけど、いろんなこと、今回は韓国軍の海軍のがレーダー照射やりましたね。またこれは日本のね、官房長官もすごいそれに対して敏感に答えてます。で、韓国は違う、日本はこうだって言って、もう日本の国民と韓国が非常にこう争うような状況作りがされてますね。で、そしてそこでですね、僕が言いたいのは、軍産複合体のベルトコンベアが回ってる以上、どっかでその商品を処分しなくちゃいけない。そこで日本がですね、安倍さん、まあ、安倍さんって言うんですかね、この今自民党、公明党、皆さんたちがね、納得したのかどうかは分かりません。本来は30億ぐらいのする戦闘機をですね、100億で100機買うんですよ。1兆円。それもやっぱりこの辺で危ないぞ、危ないぞってなってくると、国民納得するじゃないですか。安倍さん、この今の自民党、あるいは与党の内閣が、これだけ1兆円を、その戦闘機を買う。まあ、それはやむを得ないことだなって、国民の反発は何にもない。これはとても大事なね、日本の国民の税金ですよ。それをね、そういうところに、現実的にはね、皆さんね、調べていただければわかるんですけども、一機100億するんですよ。でも、ある国では当然30億ぐらいのものですよ。まあ、それはいいにしても、とにかくそういうことが行われてる。でも、国会議員とか県会議員とかっていう、お金をもらってね、仕事をやってる人たちは、何をやってるんだって私は言いたいわけですよ。こういうことを許していいんですかと。で、そしてね、やっぱ戦争はある程度どころか作られるんですけどね。日本の国民の若い皆さんたちはね、戦争はないものだと思ってますけど、大間違い。これ、韓国と北朝鮮が統一して、国力がしばらく出てきた、しばらくした間になったらば、はい、両方とも十分、あれは買ってくれるだろうということで。同じ仲間ですよ。仲間ですけどもね。それでちゃんと戦争させますよ。もうこんなこと言うと大変なんで、私も責めを受ける場合もありますけど、これはもうしょうがない。でも、本当に今のね、我々が、そのことを気づいた人たちが、皆さんたちに言っていかなきゃいけない。そういう責任があるんではないかと思うんです。市川の皆さん、一人でも聞いていただいている皆さんがあれば、ぜひですね、この自民党の皆さんとかね、あの公明党の皆さん、あるいは国会の、あの他の、あの民主党の皆さんでもいいんです。自分たちが支持してる皆さんたちにね、しっかりしてくれよとか、おい、どうなってるんだと、先週ね、あのさせていただきました、種子法廃止。これは兵糧攻めに日本がなってる。水道民営化。これもとんでもないことをやってる。これをね、与党がやってるっていうことは、自民党、公明党がやってるっていうことは、どういうことかと。それをね、大騒ぎしても、阻止できない。この民主党の党もどうやってるって、みんなね、党の方を向いて、政治をやるからいけない。このことだけを言いたい。以上です。はい。
すいません。いえいえ、あの、確かにね、あのどの政党も、その政党助成金が出るので、その中で文句を言わないでいればそれあえず食えるみたいな、そういった惰性の中でやってるなっていうことを感じます。またですね、市場に比べて3倍以上も高い値段で、武器を買わされてるっていうことは、やはり国防について、私は憲法9条守った方がいいと思うんですが、でも100歩譲って、その武器がある程度必要だって言っても使えないものを3倍もの値段でって、そこでね、武器でもないよねっていう、はい、ごめんなさい、僕ね、そこちょっと言い忘れたんですけど、いいんですよ、しょうがない、この自民党の今の内閣で買わざるを得ない場合は買ってもいいと。そしたらば、それをね、国連に全部寄付するんです。いくらでも買わざるを得ないでしょうから、買ってそれを全部国連の兵器にしてもらう、そして国連に守ってもらう、そういう方にやっていくべきだというのは私はもう思ってるんで、買わざるを得ない場合あればしょうがないですよ。だけども国連をこれからね、強くしていきましょう、国連を、という私個人的なジャーナリストとしての思いです。よろしくお願いします。以上。はい、橘さん、ありがとうございます。はい、その戦争について大変貴重なご意見をお伺いしました。次はですね、あの小森さん、そして吉明さんの、あの吉成さん、ごめんなさい、よ、小森さんと吉成さんのお二人での、こうパフォーマンスについてちょっとお伺いしていきたいと思うんですけれども、あの、小森さんが今日の、ラジオに向けて、曲の方をご用意していただいているということなんですが、さっき決まったさっき決まって、はい、いいですか、はい、ちょっと喋って、はい、とりあえず、あの増山玲奈さん、あの、はい、絵の具が乾きそうなのでちょっと書いていただきたいですね。あと15分ぐらいになったんで、あ、はい、そうですね、大丈夫、なんとかなる、なんとかなる、大丈夫、大丈夫だ、大丈夫ですよ。じゃあちょっとですね、あの大丈夫です、あとでこれ拭けばなんとかなるから。じゃあ、あの、はい、で、本日ですね、本当急遽指定することになったので、今ちょうど戦争の話が出たので、急遽私が選んだ曲は、星の流れにです。戦後の、星の流れに身を占って、まあ、有名な話なのでググってくださいで、私なんか大好きでした、これはね、結構知る、あの昭和22年の歌なんででもね、あ、ずっと流行ってましたよ、私たちの世代も。これね、多分、で、ちなみに簡単に言ったら高橋真理子さんや、あの宇多田ヒカルの母ちゃんがカバーしているという、うん、そんなに有名な曲なんですけど、私はすごい好きで、うん、多分世界観に合うんじゃないかなと思って、で、今日は、今ですね、動画配信をしながら、増山さんが、はい、はい、なる、書き始めました。で、いいんじゃないかなと思って、これはですね、ざっくり。もったいない。うん、素敵な、あの絵の中で今からライブペインティングするんで、うん、でそのラジオの方がライブペインティングと言われてもあれなんで、ライブペインティングって、いや、大丈夫、説明、今線はそんな重要じゃないんですよ、はい、だから ラジオの音後で編集をするのにちょっと間延びしたのがいいんです。なんでだから小森さん今のやってうまく、なんかあんまりこの説明はいいので、うんうんうん、なんかやりましょうか。じゃ今日の小森さんのオリジン、今日の歌は小森さんのオリジナルなんですか？まずはこれを歌った後に僕は後からオリジナルを聞きたい。ちょっとだけ。まあ、いいんですけど、本日急遽歌うことになったので、はい、増山さんの世界観と、さっきあの立花さんが、ね、ちょうどあの戦争の話をされてたので、いいんじゃないかなと思って、チョイスさせていただきました。で、では、何て歌うかな。これ持っちゃおうかな。持った方がいいのか。でもね、私の ってません。この音です。多分ね、私のね、持たない。うん、持たない方がいいと思う。これは、じゃあ曲の、既存の曲ですけれども、じゃあ曲の紹介だけさせていただきます。昭和22年、こんな女に誰がしたという、もともとはそういう、題名だったんだけど、GHQ がダメだ。何かって言うと、給食部として、給食部としてですね、やっぱり戦争で夫を亡くした、兄弟を亡くした人たちが全国でやれたんです。集まってきたんですけど、諸説あるんですけど、この曲は。アメリカ軍が、まあ、来たじゃない、GHQ が。
の時の、まあ、TV 買収になったという説が一番です。で、それがやっぱ銀座新橋あたりに集められて、ほぼ買収部で、まあ、それで、こう、やさぐれた歌ですか？合ってます？星野先輩。大体合ってます？こんな。そうだと思いますよ。うん、で、私はあの、基本やさぐれてるんで、あの、やさぐれてるということで、私はこういう歌がすごい好きで、歌ってて、今日の。戦争だとね、こういう女性をたくさん作ってしまうんですよね。そうせざるを得ないっていうかね、この歌は本当にね、なんか心が痛い。でもいい歌だから大好きです。歌ってほしい。私はどちらかというと自分がその独身女としてすごいやさぐれてるので、あの、酒に飲まれながらこの歌を歌うというね、そういうひどい歌なんで、じゃあ行きましょうか。はい。はい、じゃあ入ります。星の流れに身を委ねて、どこねぐらの今日の宿、せて歌って言ってこの弾いてらっしゃるかどうか生だけで聴きたかった、うん、一番はちょっと一番とかね、今ならいくらでも大丈夫、はい、生だけこ の, このいやいやあのこちらの音楽にも合わせてなんからしちゃったみたいな絵を見ない、もうちょっとなんかこれ聞きたいな、ね、聞きたいの見たいなみたいな感じで ね素晴らしい絵が今、あんまりちょっとでもちょうどいいこのだから芸術家同士でこちらも気にしながらこうなさってたような感じがしたから最近ちょっとそういうの流行ってますよね、うん、音とライブで、でもね歌だけが聞きたかったところもあった、そうね、そのところも、はい、じゃああとはなんかオリジナルのなんかあったところなんか賞をもらった小森さんのオリジナルは、うん、そのなんか、あ、そうだ、今日ピアニカちゃんが好きですか、まあ、あのオリジナルは私あの YouTube とかもいろいろ上がってるのでそうそうそう、なんかその緑が入る感じがやっぱ今、でもちょうどこの黒田さんは戦争を体験してるし、
なんかそのホイトゲーっていう一番貧しい人たちのホームレスのゲートを世界中でやってるんですよ。乞食の役を演じて、神様みたいな人だから、だからなんかこの歌実はあったのかもしれない。なんとなくやっぱり前から絵を拝見させていただいてて、なんとなく急遽決まったんでこの曲がいいかなと思いまして。ね、楽しかった。楽しかった。やっぱね、電波に乗ると本気になるね。まあ、吉成さんはもう本当に普段からもうアクティブで活動している方で、まあ、普通になんかもうおとなしく歌うとかじゃなくて、もう自分の世界の中で歌っていくっていう人なんですけれども、今日はその私とコラボレーションしようという話が出てきてまして、それでまあ私の方でもまあ自由に演奏するってことでぶつかり合うっていう。さっきそこでリハしたもんで、いきなり、マジかみたいな。もうぶっちゃけこの直前にリハした。本当です。むしろ僕はね、この松山先生の絵を描かれるのにのガッというその雰囲気をビャービャービャーっとこうなさってんのかなって感じがしました。あ、むしろそうですか。はい、その私はその普段絵も描いたりとかするんですけど、ライブペインティングで歌ったっていうのは実は初めてなんですね。やっぱりこう引っ張られながら、こっちもやっぱりその歌の力とか、まあ、それこそ音楽の神様とかに、もう本当今日は遊びに来ただけなのにまさか出ることになって、で先ほど立花さんがやっぱ戦争のお話をされてたから、やっぱりそういう自分が昭和22年にいた女性の気持ちになって、なんかすごい、感情こもってました。なんか、素晴らしかった。この曲すごい好きなんですけど、なんか違った感じでやれたのが電波に残せてよかったね。とても大事な、歌でもあるんですよね。皆さんわからないでしょうけどね、これはすごく悲しい歌で、ね、そうです。いろんな悲しい女性、今ね、MeToo みたいな感じで女性の悲しいこととかいろいろあるじゃないですか、多分そういうの専門だと思うんですけど、松山さんね、それ言ったらまた収録なくなっちゃうけど、そういうのが、まあ、今日この回にもう本当にフラッと遊びに来ただけなのにできてよかったです。私イラク戦争に取材に行きまして、でその時にイラクで、バグダッドで米軍兵士に一緒にくっついているすごい化粧の濃いね、ちょっとセクシーな女性たちっているんですよ。ああこれかって、こういう人たちが日本も後でいて、戦後いてパンパンだって言われたんだって。今そうパンパンの歌ですか。そう。さっき間違えたけどね。ムスリムでね、日本でもすごい経験されてますけど。最近の話と。はい。で、ムスリムの方がそういった、家でね、レイプされた、不倫をした、売春っていうことがあると、もう一族郎党ね、袋叩きに遭うぐらいな、世界でも、やっぱり米軍の兵士にはそういった女性がつくんですよね。なので、なんかそれは誰、それが戦争なんですよ。戦ですね、なんで、人間って、ご飯があって、あったかいお家があって、できたら仕事があって、猫がいてっていう状況にあったらさ、誰もそういう風にならなくても、やっぱり極限状態に追いやられると、どの国のどんな人でも悲惨な状況になるっていうことを私は現地で見まして、なんでそれを未然に防ぐために何でもやろうって思いながら、絵も描くし文章も描くし、できたらこういったラジオや動画やいろんな形で発信していこうと思うんですけれども、なんで今日吉成さんがこの歌をこの美術館で歌ってくださって本当に嬉しく思います。ありがとうございます。本当に遊びに来ただけで2時に起きてありがとうございます。では放送の方があと1分ほどになりまして、ぜひ皆さん最後一言。小森さんのリサイタルがあるので、はい、あ、そうでしたね。PR を1分です。こちら3月30日、昨年ドビッシーの没後100年だったんですね。ということでドビッシーの作品をほとんど、メインにしたリサイタルをやりますので、お越しください。でそれからもう一つありまして、同じ3月の8日にですね、こちらはコンテンポラリーなスタイルでピアノとバイオリンとチェロという、現代音楽というややそのマイナーな世界でのジャンルの、コンサートになるんですけれども、こちらで自作自演で出演しますので、よろしかったらおいでください。
こちらの東京オペラシティ会場が。すごい初代の大きいところなんですね。3月8日の金曜日、東京オペラシティにて、あの、こちらの方では、小森俊明さんのオリジナルの作曲された、希望の時代というピアノの三重奏曲が、聴けるそうです。私、まあ、今、戦争の話、立花さん先ほどありましたけれどもね、絶望はしてないんですよ。あの、希望はまだ持ってるんですね。あの、オーデン の、 あの希望の時代、あ、絶望の時代という、詩があるんですけれども、そちらを、まあ、ちょっと借りまして、あの、希望の時代っていう、ごめんなさい、不安の時代でした。不安の時代っていうタイトルを借りて、希望の時代。やっぱり絶望しちゃうと何も言えなくなるんですよ。先ほど立花さんすごく熱く語られましたけど、やっぱりあの根底に希望をお持ちだからなと思うんですよね。で、そういう気持ちで2014年に書きました。こちらは再演になりますので、ぜひお越しください。ありがとうございました。本日のドラゴンジャーナル、ミュージシャンの音楽家の、小森俊明さん、そして、モダンガール&スナイパーとバンドとして活動もされています、吉成美智子さんです。また、コメンテーターの、立花健三プロデューサーにもご出演いただきました。皆さん誠にありがとうございました。司会の皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと長いところはどっか切ったりして、うん、全然ざっくり、ね、だいたいオンタイム、はい、ほぼオンタイム、オンタイム、そうですね、ちょうどバツッとバツッとオンタイム、お、すごい、途中で、うん、お、すごいね、足で結構タイム感あるんで、そうなんかこれ途中で切れちゃったの。これ多分充電がどっか抜けてんだ。あれなんでだろう、充電しているつもりが。今日歌が冴えてたんですけど、あ、とてもとても冴えてました。電波に乗るとね、超やる気出す。確かに普段もね、お客さん目の前にやる。いや、やるけど、規模がなんかね、やる気出す。なんか降りてきて。大丈夫なんだ。普段じゃ、建物のお隣さんがちょっとあれですよ、心配して。声でかかったね。そうなんです。住宅街だから酒飲みながらやりましょうっていうことになって、2部はそれを収録。なんかね、よかった。終わりました。